The third baseman, number 6, from Japan, Kazu Nakashima. Batting 8 and catching, number 23, from San Leandro, California, Ken Huckabee. オープニングゲーム、長嶋選手は7番サードでスタメン出場です。いよいよレジースミス直伝のバッティングを試す時がやってきました。第1打席はチェンジアップに泳いで平凡なショートゴロ。アメリカ初打席を飾ることができませんでした。2打席目はショートゴロ、エラーで出塁。そして最後は見送りの三振。 1A デビューは3打数ノーヒットに終わりました。本人にとってそれ以上にショックだったのは、練習でやってきたことが実践で全く活かせなかったということです。さらに多少なりとも1Aを甘く見ていた長嶋選手にとって、この日目の前で見せつけられたプレーはカルチャーショックを受けるに十分でした。 本当になんか野球っていうのはやっぱり、 なんていうのかな、かっこよく言えば喧嘩なんだなっていう実感は昨日したし、当然1Aの選手でもルーキーリーグの選手でも絶対みんな、メジャーを目指してるわけですよ。ここでなんとかやって日当もらってね、一日暮らしてこうっていう選手はいないわけですよ、絶対に。ここはね、だからやっぱり彼らと一緒にね、 彼ら本当はそれ以上にならないと、それより上行けないわけですからね。ノーヒットの翌日、早くも8番に打順を下げられた長嶋選手。初打席はツーアウトセカンドという得点チャンスに回ってきました。ここで長嶋選手はベンチの期待に応えて見事センター前ヒット。初打点こそなりませんでしたが、通算5打席目で出た初ヒットでした。 The fact of getting a base hit or hitting a home run, that's not important to me. I wanted to see him over-exaggerate stepping into the plate just to see if he would do that for himself. August 15日、仕事でアメリカに来ていた父シミオさんが観戦に訪れました。この日の成績は3打数ノーヒットでした。 けれど、スミスコーチの言葉通り、今目先の結果を云々する必要はないはずです。長嶋選手はもっと大きな目的のために海を渡っていったのですから。これから5ヶ月あるわけですから、5ヶ月の中で何かね、変わるところを作ればいいと思ってるんで、やっと始まったばっかりっていうか、これからそれがどこまで行くかっていうことですよね。